ます。YouTube チャンネル始まるよ。挟んで洗える焦げ取りスポンジ中国製。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品は挟んで洗える焦げ取りスポンジ中国製。頑固な焦げや汚れが落とせる。じゃあ詳細見てみましょう。よいよい、シャキャン。挟んで洗える焦げ取りスポンジ中国製、サイズ約 W90mm×H140mm×T10mm、 品質表示座椅子ヘッド、ポリエステル紐、ポリエステルそしてスポンジポリウレタン、ポリウレタンフォームですね。で紐がポリエステルです。じゃあ実践見てみましょう。よいよい、シャキダン。挟んで洗える焦げ取り中国製です。焦げ取りスポンジ中国製。ここにね、買う前にこう手触りが、裏表手触り探れます。裏の下から開けてのですね、ガスコンロのこれ、これ名前わかんないけどこれを言いたかったです。これ紐ついて、これ収納に便利です。かけられます。このように挟んで、確かに綺麗になるね。あ、これもいいね。やっぱこのガスコンロ、ガスコンロのね、焦げ取りいいと思います。あとね、いろんな用途に油汚れとか、あのこびりつき、これでこすってください。手触りはね、ちょっとザラザラしてますね。あの体洗うナイロンタオルみたいな感じですね。さあこれも良いんで、良い良い、エンディングです。シャキナ。エンディングです。いかがでした？挟んで洗える焦げ取りスポンジ。焦げね、ガスコンロのね、やかんとか鍋を置くとこの、あそこ下のとこ焦げましたね。なんち名前わかんないけど、ちょっと焦げるんだけども、こうやって挟んでなんか洗えるっていうことで、これもね、良いと思います。焦げ取りにいかがでしょうか？じゃあこれも良いんで、良い良い、グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメントお願いします。チャンネル登録、こちらいつもありがとうございます。過去の動画こちら見てください。よろしくお願いします。じゃあ課金課金ダブル、カッコ笑い、コージャンキシャマキシャキマン、バイバイキンガードクインキン、課金チキアスイゼ、風コロナに気をつけて手洗いうがいして違う見てください。